2、1、スタート。皆さんこんばんは、ロシア人です。 COHDAC6-1V1 ジェネラルクラスグループ A ラウンド2ゲーム2、ゼニガム選手 VS 手羽崎選手のリプレイを実況解説していきます。解説は引き続きホークだよさんでお送りします。ホークさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、マップは同じくスモア、そして、陣営が変わりまして、マップ右手色は青、ゼニガメ選手国防、対するはマップ左手色は赤、手羽先選手アメリカ、入れ替わりました。先ほどはゼニガメ選手のアメリカがこう国防の、まあ、ディフェンシブかなり守り気味の手羽先選手を砲撃で押し切った形のゲームでしたが、まあ、入れ替わって手羽先選手がアメリカ、ゼニガメ選手が国防です。ここでゼニガメ選手がもう一本勝てば、決勝トーナメント進出を果たすんですけれども、どうなるか、手羽先選手としてはもう負けるわけにはいきません。そうですね、ちょっともうここでできれば VP もちょっと考えて勝ちたいですよね。ゼニガメ選手がフォルクススタート、手羽先選手も、まあ、ライフルマンスタートですが、特徴的なのは弾銃を取っているかいないかといったような感じでしょうか。そうですね、これ結構この HQ 右側の弾銃取らないで SP 側にパイを回す人も多いと思うんですけど、これは趣味結構分かれますよね。なかなかこう前に早めに行きたい人っていうのはこの弾薬銃は後にします。手前からかっちりやっていきたいという人はこの弾薬銃は取っていきます。僕は最近取る派です。ホークさんはどうですか。あ、僕取らない、ね、取らない派ですか。なかなかあれですよね、はい、もう昔は僕も取らない派だったんですけど、なんで取れる資源を取っておかないんだっていうふうに最近思うようになって取る派になりました。はいはいはいなかなかこのあたり本当にトッププレイヤーでもね、やる人は分かれますからね。本当にこのレベルまで、高いレベルまでいっちゃうと本当に答えなんかないのかもしれません。さあ、そうですね、ゼニガメ選手マップ中央の方にワイヤーを巻いていきます。きっちりとワイヤーで固めて資源を守り抜くというスタイルでしょうか。対する手羽先選手はライフルマンを2部隊とも左側へ送っています。右手側にはエンジ1部隊のみですね。そうですね、これは燃料銃をこう隙あらば破裂してやろうという感じの動きしてますね。はい、対する手羽先選手早速石油銃、ゼニガメ選手の石油のポイントに入っていきました。このスモアというマップは HQ の隣の石油銃ぐらいしか高資源の石油ポイントありませんから、これ切れちゃうと本当に石油がなくなってしまいます。そうですね、しかもこの燃料切られてしまうとこの左側の燃料5もつながらなくなってきますから、かなりでかいですね。さあ、対するゼニガメ選手はハラスに対してユニットを置くのではなくて前と進んでいきます。教会の裏のお墓のところに MG を置いていきます。ヘビーカバー同士の打ち合い考えましたね。さあ、エンジニア対パイオニアも戦闘を行っていますが、カバーに入っていないのは手羽先選手のエンジニアの方か。いや、ちょっと危ない、パイオニアが帰ってきます。結構こう、はい、はい、どうぞ。ああ、いえ、あのエンジンパイオの打ち合いってこうカバーに入っていようがいまいが結構運要素あったりしますね。なかなか最初に死んだ方が負けますよね。そうさあ、ライフルマン家に隠しました。サプレッサーされません。なんとか時間を稼ぎたいところ。そして石油銃のポイントも手羽先選手の速さがかなりしつこく決まっているか、ゼニガメ選手まだ未だに石油銃のポイント上げきれていません。キャプチャーが妨害されています。このレンジだとライフマン強いですね、やっぱり。はい、また旗をリセットしました。ゼニガメ選手かなり前にユニットを持っていった、中央にユニットを持っていったせいか、なかなかこの石油を取らせてもらえません。フォルクス MG、フォルクス、フォルクス、3フォルクスに 1MG。 フォルクス多めですね。中央の家の中にはライフルマンを入れまして、その間にもう一方のライフルマンが側面攻撃きれいに決めていました。あ、でもこれこっち打つんですね。左側きっちりと MG が打ちました。ただかなり射程ギリギリだったように見えましたけど、ギリギリ打ちましたね。なんとかこれライフルマンもサプレス解除されてヘビーカバーに入っています。このヘビーカバーの打ち合いどうだ。 MG この方向から打たれるとカバー効果はありません。でもサプレスしましたね、無理やり。はい、手羽先選手のライフルマンもこれお行儀がいいっていうか、サプレスされた状態でもきっちりとこうカバーに入ったまま打ってますので、
まあ、なかなか悪くはないとは思いますけれども、フォルクスが応戦に来ました。フォルクス来てしまうとなかなか撃ち合いなんか帰っていきます。家に入っていたライフルマンも帰っていきます。石油に張らすライフルマンも帰っていきます。一度ライフルマン全員一回帰宅の形になりました。そうですね、この間に資源キャプチャーしたいですよね。はい。さあ、さらにゼニガメ選手前へ出てワイヤーを巻いていきます。きっちりと陣地構築を忘れません。そして石油10のポイントもようやく今取り返しました。ちょっと石油的な、まあ、資源差がついているのと、右手側の16もアメリカを抑えてますから、資源的にはかなりアメリカ勝ってますね。しかし中央のマップコントロールは国防が抑えています。そうですね、ちょっとここの SP 触られちゃうと怖いかなって感じありますね。はい。そして MG が前に出てきました。アメリカ側の SP を圧迫するようなポイントに MG が入っています。家の中入っている。ここに入られちゃうと結構厄介なんですけれども、手羽先選手はここで BR 取ってきました。即バーですね。そうですね、ちょっとこれはワイヤーがどう決まるかなって感じです。はい。ワイヤーでこう側面攻撃ルートは塞がれています。こう塞がれた時にこう MG が家に入ったりするとかなり厄介なんですが、手羽先選手もこうきっちりと横のボカージュ越しに抜けていきます。だいたい国防がここまで前に来る時っていうのは MG に突っ込んでますから、家に MG 突っ込んでますから、そこら辺はしっかりと分かってますね。そうですね、もうほぼもう分かりきってますからね。はい。さあ撃たれました。エンジニアは一度変わりません。サプレスされながらもボカージュ裏側入っていきます。手羽先選手のライフマンも MG が近くにいるので、ちょっと上側へ逃げていきます。その間にも石油のハラスがまたしても決まっている。ゼニガメ選手ヘビーカバーというか土のうを立てながら応戦しますけれども、カットだけは許してしまったか。そうですね、ちょっとここのイエローカバーで近づくのも怖いですから、もうこれはしょうがない。はい。そして MG がまだ家に入っている状態が続いています。ライフルマン2部隊対フォルクス2部隊、しかし BAR 持っているので、これはライフルマンに分があるか、それともカバーにしっかり入っているフォルクスに分があるか。ちょっとカバー入れると引っかかっちゃうし怖いですね。はい。 MG もちょっと反応するんですね、このポイント。いや、ライフルマンがちょっと1人遅れてたんですね。このライフルマンのせいで引っかかっちゃいました。1人遅れてる人がいました。一度追い返されます。ライフルマンが帰っていきます。マップ中央をじっくりと押さえている手羽先、ゼニガメ選手に対して手羽先選手は資源のカットにはかなり成功しています。石油も押さえています。弾薬も、まあ、両方の16を押さえています。マップコントロールを取る、ゼニガメ選手、資源的な優位を持つ手羽先選手、まだどう転ぶか分かりません、このゲーム。そうですね、できればもうちょっとアメリカ側としては前に出てきたいですよね。ゼニガメ選手は MG をさらに追加してスナイパーまで生産してきました。相手が BAR というのを見てかなり T1 ヘビーですね。これで T1、1,2,3,4,5,6 ユニット多いですね。多いですね、かなり多い。さあ、家に入っていた MG ですが、境界から撃たれてしまうとちょっと危ない。一度帰っていきます。そうですね、これはまあ下げるタイミングとしてはバッチリですよね。対する手羽先選手、BAR 取ってからのサプライヤード、そしてこれなんか立てたそうなエンジニアがちょっと待機しています。これはちょっと燃料的にはモータープールが限界ですよね。はい、モータープールを狙っているか、それともタンクでボットまで待ちたいのか、エンジニアが止まっています。さあ、スナイパーが出てきました。 BAR でなかなかスナイパーの相手をするのは骨が折れるというか、結局スモアというマップ、橋のポイントまで引かれちゃうと追い切れないので、どうしてもスナイパーが倒しきれないマップではありますよね。そうですね、ちょっとこのスナイパーの仕事次第って感じですね。マップ削られるとアメリカがしんどいでしょう。手羽先選手今ライフルマンで地雷撒いてましたから、ディフェンシブオペレーションインファントリーカンパニーの左側を取っています。右側ですね、すいません、右側砲撃のルートを取っています。先ほどの手羽先選手に対するゼニガメ選手と同じようにインフで砲撃といったような展開を狙っているか、手羽先アメリカ対するゼニガメ国防、なかなかこう中央を抑えている時間は長いんですけれども、資源を取らせてもらえません。石油にまたしてもカットが決まってしまうか、どうだ。ちょっと怖い、削られるは削られそうです。あーっと、ギリギリでピンになって下ろされはしませんでした。これは手羽先選手が一方的に損をする形にはなりましたが、ここまできっちりと地雷が撒いてあります。ライフルマンの地雷が撒いてあるので、警戒できるか。まだ前ディレクターはいません、持っていません、誰も装備はしていない。
そうですね。これ、地雷探知機1個あるだけでかなり楽になれるんですよね。はい、手羽先選手、車両には行きません。ウェポンサポートセンターを建てました。スナイパーを出してきました。まあ、スナイパーに対してはスナイパーでもってカウンターを決めていきたいということでしょう。ちょっとゼニガメ選手のスナイパー危ないぞ。ちょっと攻撃は怖い。撃ってしまった。さあ、カモフラージュを解いて走って逃げていきます。ちょっと危なかった。間一髪のトップポイント。そうですね、これもうちょっと近づければバーの一斉走射で結構倒せそうな感じありましたけどね。はい、なかなかスナイパー、まあ、高いユニットで非常に強いんですけど、死に方も結構あっけないですからね。そうですね、ちょっとマンパワーの割に仕事する場合、しない場合でだいぶゲームの流れって決めかねないユニットですよね。はい、さあ、手羽先選手のスナイパーが教会の裏に控えます。対するゼニガメ選手のスナイパーはお墓の、まあ、上のヘビーカバーのポイントで隠れます。お互いまだユニットの位置は把握できていないでしょう。そうですね、このゼニガメさんね、手羽先さんのスナイパーのこの第一撃次第って感じありますよね。そうですね、まだゼニガメ選手は手羽先選手がこうスナイパーを出していることは気づいていません。一応、まあ、スナイパー的な優位はゼニガメ選手の方にあるとは思いますけれども、この調子に乗ったスナイパーを倒すチャンスをつかめるか手羽先選手。しかし、やっぱ MG が厄介なんで、これ撃ってくるかもしれませんね。撃ちますね。撃ちます。ここで、ゼニガメ選手の方もスナイパーの存在気づきました。少しはゼニガメ選手のスナイパーの動きもおとなしくなるかもしれませんが、どうでしょう。そうですね、これは多分こう神経の削れ合いになるでしょうね。はい、ようやくやや息を吹き返し始めたか、ゼニガメ選手資源を取り返し始めました。そして T2 からの KKC パックも生産して車両を警戒していきます。結構その燃料カットされてる時間ありましたから、どうしても車両怖くなっちゃいますよね。そうですね、カットさえされていなければまだまだ強気にいけるとは思うんですけれども、ちょくちょく石油銃切られてましたから、まあ、DAR スナイパーと見ていても怖いところはあるでしょうね。そうですね、燃料的にはおそらく、デポ立つぐらい今ありますから、やっぱりこの警戒の仕方は間違ってないと思いますね。はい、手羽先選手はこうきっちりとライフルまで押し込んだ後、地雷を撒いていきます。積極的に地雷を撒いていく。このスマは道が狭いポイント多いですから、地雷を撒くと、まあ、なかなか踏んでくれるというとか、地雷強いですよね。そうですね、やっぱりこういうところ、車両も取りやすいですから、ユニットも固まりますしね。さあ、マップの上側、そして中央辺りで散発的な戦闘が起きています。しかし、BAR 持ったライフルマンに対してフォルクスだとなかなか撃ち合うのも厳しいので、そろそろこのバーを止めるユニットっていうのを用意したいところです。手羽先、ゼニガメ選手に対して手羽先選手はまだユニットが増える様子はありません。スナイパー2回目行きましたね。ミスナですね。はい、スナイパーの数で歩兵を削っていきたいということか。多分これはもう相手にスナイパー出てるの分かってますから、ファンタスナイパー狙うときに、まあ、一撃で倒したいんだったら、やっぱりニスナ用意した方が確率ではありますね。可能性としては、まあ、そっちの方が高く、純粋に高くなるので、スナイパー戦で、まあ、優位に立ちやすいというのはありますね。ニスナの手羽先選手に対して、ゼニガメ選手はまだこれ T2 からハーフトラックですね。ハーフトラックを出します。ああ、ハーフトラックですか。やっぱりバーなんで、ちょっとお互いにこう、ユニットの進歩が遅い。どこだどこだ？境界前の地雷でスナイ境パーしまし界た前の地雷で、これはゼニガメ選手のスナイパーが踏んでしまった。手羽先選手、やはりこまめに地雷を撒いていました。かなりいい大物が釣れた。スナイパーダウン。これは大きい。そして、ちょうどですね、ちょうどと言っていいタイミングで、スナイパーの追加が来ています。これは独壇場ですね。本当にスナイパー撃ってるの、おそらく手羽先選手も経験値の表示で確認してると思うので、相手のスナイパーが死んだということは分かっているでしょう。積極的にスナイパーを撃っていきたいところ。ゼニガメ選手はこれブリッツクリーグドクトリンを取りました。 STUH まで行って、ここで STUH を召喚。スナイパーがなくなった分、相手が BAR スナイパーといって車両、対車両をこうサボっている分、 STUH で巻き返しを図りたい。そうですね、これ、ちょっと先輩2体出しちゃってますから、結構刺さりそうな感じはありますね。
スティッキー持ってますか？スティッキーは持ってないんじゃないかな。さすがに BAR スナイパー2体ときたらまだスティッキーを取る余裕はないかもしれません。手羽先選手 STUH が間もなく見えるといったところ、まだ見えていません。まだ気づいていません。さあここで一発見えました。火炎エンジと STUH が対面してライフルマンが撃たれます。気づきました。ライフルマンリトリート、このリトリートしているライフルマンでも2人殺していく STUH。 結構運の部分ありますよね。榴弾に関しては本当に死ぬか死なないか分かんないですからね。当たってうわー死んだーって時もあれば全然死なないって時もあるので、なかなかこう難しいと。おっと地雷を除去していきます STUH。やっぱり AOE 広いですからね。はい、スナイパー、スナイパー危ない。うーん、耐えた。スナイパー耐えちゃいましたね STUH の一発に。危ない、危ない。なんか攻撃系ってなんかこう水でもあんまりダメージ増えない感じでしませんか。そうですね、なんかまあギリギリ範囲ダメージしか入っていないので 直撃していないっていうのはあるんでしょうけれども、スナイパーちょっと危なかったですけど耐えました。 STUH 対策をどうするか。手羽先選手 HQ ではまだ対車両系のユニットが生産される施設は立っていません。デポ行きましたね。はい、タンクデポット行きました。まあ本当にじっくりとタンクデポットで、まあ、M10 なりシャーマンなりを出してということでしょう。さあ MG が倒されてしまったゼニガメ選手、ね、旅客されちゃいそうですね。これは拾えるんじゃないかな。まだ拾わせない、拾いたくないのか、歩兵を削り切ってから安全なタイミングで拾いたいのか。ここで MG 拾いました。 MG42 を旅客して、まあ、じっくり帰っていきます。さあ地雷がある、追い切れない。ゼニガメ選手はここで歩兵ベテラン氏に取りました。歩兵ベテラン氏にですね、何か取ったけど、あ、パイオか、パイオニアがちょっとキャプチャー中のやつが解けてしまったのかもしれません。さあ地雷がかなり要所要所に置いてあるので、お互いが踏んでしまっているいうような感じでしょうか。そうですね、やっぱりちょっとこう地雷こまめに撒いてますから、それが効いてる感じありますよね。しかし特に歩兵関連が減っているのはゼニガメ選手側、 T1 6ユニットスタートで、かなり多めに出していたんですけど、もう残っているのはフォルクス、そして MG のみ。 T1 ユニットは3部隊しか残っていません。手羽先選手の、まあ、ライフルマンと、そして地雷によって相当削られてしまっているところがある。ちょっとパックが不用意に前に出ている、これちょっと怖いですけど、どうでしょうか。ちょっとこれは見られちゃうともうスナイパーで一撃ですからね、2人いますから。はい、なかなかこう歩兵的な優位を得られませんゼニガメ選手。 STUH でライフルマンはこうどんどん追い返せてはいる。ライフルマンとしても STUH は非常に嫌がってるんですけれども、 STUH1 台ではこの各地に散ったライフルマンには対応できません。走って逃げる、走って逃げる、榴弾が飛んでくるから走って逃げる。だいぶこう無理やり逃げてますね。追いかけっこですね。ライフルマンが奥へ奥へと逃げていきます。さあしかしこれゼニガメ選手の歩兵ベテラン氏2っていうのが今相当苦しい選択にはなっていると思うんですけど、スナイパー負けした状態で歩兵ベテラン氏上げると苦しい展開にはなりますよね。そうですね、やっぱりちょっと上げたくないものではありますよね。場合でしなきゃいけないんで、ちょっと上げたくなっちゃうのはしょうがないんですけど、スナイパーいますからね。さあこれ T3 のアップグレード終わりました。あ、まあここで T3 ユニットに移っていくしかないですよね。もうちょっと T1 ユニットでは勝負しづらいではありますから。はい、 STUH とフォルクスで、まあ、とりあえずは弾薬16をつなぐような感じで前へ進んでいきます。 STUH 自陣側の資源をきっちりと固めていきたい、ゼニガメ選手ではあります。手羽先選手もその間 STUH がいないポイントで一気に攻めていく。砲撃か、砲撃ですね。これは砲撃が今きれいに決まってパックダウン。バンカーもちょっと危ない。そうですね、グレネード投げますがきっちりと避けますが、歩兵が多すぎて避けられないか。榴弾も降ってきて、ライフルマンは一部隊撤退をしていく。路角した MG42 で
ちょっと前線取ろうとしますが、STH 戻ってきてしまいました。一度リトリトです。そうですね、これはやっぱり STH 仕事させてもらえてないですよね。やっぱある程度殺しちゃいますけども。STH も結構やってはいるんですけど、なかなかライフルマンがちょこまかと散っているので、戦う場所を選べないといったような感じでしょうか。さあスナイパーもいます。スナイパーも未だ健在の手羽先選手、グレネディアがマンパワー座れちゃっています。さあシャーマンも出てきました。パック今いないんですね。ちょっと拾うところにもいないですからね。はい、いるか。なかなか今フォルクスで拾いに行くでしょうか。どうでしょう、キャプチャーの方してますけれども、拾っときたいですね、ここは。さあシャーマンが前に来てしまった。STUH が見たパックはまだ拾えていない。あー後ろ向けちゃった。さあパイオで無理やり拾いました。パイオで無理やり拾ったけれどもスナイパーがいます。パイオニアはダウン。そして砲撃でこれはもうパックの残骸まで壊そうということか。1発2発3発、そしてどうぞもう1発ぐらいで壊れるか。当たらない。さあもう1発、ちょっとブレている。パック壊れました。そして STUH もシャーマンに対して裏を向けてしまった。これスナイパー狙ってるかもしれません。そうですね、引き殺そうとしましたね。はい、スナイパーを引き殺そうとしましたがシャーマン相手にケツを向けてしまった。危ないぞ、これはもう逃げ切れるか。どうだ、一発正面からメインガンデストロイ。ゼニガメ選手なすべなしか。ここでグッドゲームと宣言投了しました。手羽先選手も合わせて GG。 アメリカ、手羽先選手は勝利を収めました。ジジイ、2戦目は国防手羽先、アメリカ手羽先選手がきっちりとこう抑えましたね。そうですね、やっぱりこうアメリカ側のこの燃料ハラスがかなり効いてる感じありましたよね。はい、こうハラスに対してハラスにこう対応しに行くんじゃなくてマップを抑えるという動きを見せたゼニガメ選手なんですが、それがちょっと裏目に出てしまった。マップの中央を抑えている間に自分の資源がこうどん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 絞られていったというのが終盤まで響いてきたということがあるでしょう。手羽先選手がここで1本取り返しまして1対1になりました。3戦目の方を移っていきましょう。解説はフォークデさんでお送りしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではご視聴ありがとうございました。さようなら。